ありがとう。私を褒めてくれて。はい、こちら新コーナーが始まりました。初めてのコーナーだ。はい、クイズに間違えておバカイメージがついたり、ゲストパーソナリティにいじられたり、ヒロイン問題でちょっと涙してしまうエミリア役の私高橋理恵をただただ褒めるメールを募集するという画期的なコーナーが始まりました。やったじゃん。やったよ。私救済される。ここでよかった。もうね、私の人生全部この2週間の中のここのコーナーのために生きるね。もう頑張る。頑張っちゃうよ。褒めてもらうために私頑張るもん。褒めると伸びるもんね。褒めて伸びる子、うん、はい。では今日は例題を使ってやっていきたいと思いますので、いのりちゃんに、あ、じゃあまず紹介してもらおうかな。はい、ネタを。私読みますね、例題。お願いします。高橋さんの声が好きです。言葉一つ聞くたびに心が温かくなるのを感じるんです。高橋さんの目が好きです。普段は眠そうですけど、ラジオをやっている時に真剣な眼差しでゲストの話をするその目が好きです。高橋さんのラジオに対するスタンスが好きです。作品のことも真面目に話してくれるし、どんな無茶ぶりにも答えてくれるそのスタンスが好きです。高橋さんが自分のことを嫌いだって自己嫌悪になるなら、高橋さんのいいところがこんなにあるってスタッフが知ってるってことを知ってほしかったんです。嬉しい、本当に嬉しい。ちょっと恥ずかしいけどいいのかな、私なんかがこんな嬉しいことばっかりしてもらって、こんなに幸せな気持ちで贅沢な思いなんかして。ありがとう、スタッフさん、私を褒めてくれて。ついてきます。エミリアで読ませていただきます。はい、じゃあもう一個紹介してもらおうかな。はい、わかりました。もう一個お願いします。高橋さんが見切り発車で何でもやっちゃうところを見ると、スタッフは不安と怒りでどうにかなってしまいそうでした。あれ、生放送の空気をあんな目に合わせた元凶がノーノーとラジオで喋っていて、もう耐えられないんです。あれ、ゲストが楽しそうにするのを装ってあなたのネタに愛想笑いしているだけだと知っていても、愛してる。ねえ、覚えてる？私がコーナー説明でお願いしたこと、これ以上私をいじったら大変なことになるからいじらないでってお願いしたの。約束したのに、それを全部簡単に破り捨てて、いじらないで、いじらないでって言ってるの。完全にデッドエンド。ね、本当。これ番組としてさ、本当にきっとこうなんかバッドエンドだよね。うん、わあ、すごい。アメとムチの使い方が極端だったね。極端だった。すごい。やっぱレムの幅の広さって言うんだけど、今日はね、あのいのりちゃん仕様のこう褒めるといいますかね。そうね。うん、あのセリフをこうレムちゃんに合わせてくれて、うん、っていうテイストにはなってたんですけれども。はい、びっくりだわ。順番がね、順番。レムの逆の方が良かったかな。いや、なんか最初の褒められた場合ってやつが、多分褒められた場合だから仕方ね書くかみたいな。でいじられた場合の方が多分ノリノリで書いてる気はしましたけれども。ね、だってもう今送ってくれた方にはリアルタイムのテレボイスって言ってたのに、最後もなんだ、いじられて言ってるの、魂の叫びよ。血出る血出る、もう血出る血出る、出血出血ですよ。本当です。結構体使うコーナーになりそうですね、魂削って。はい、そんなコーナーが始まりますので皆さんよろしくお願いいたします。